人材剤のロケットの最初の打ち上げアリスは、ナノスケールのアルミニウム粉末と氷で構成される、ロケットの推進剤である。混合後凍らせることで安定した状態で保管できる。アリスの名称は、アリアミニウムアイスロケット推進剤に由来する。アルミニウムは、テルミットなどのアルミニウム熱反応でよく見られるように、ほとんどの元素よりも、酸素との親和性が強いため、 二酸化炭素や水といった通常では不活性とみなされるような安定した物質からも酸素を奪い燃焼することができる。ただしアルミニウムの燃焼は通常アルミニウム粒子の表面に形成される耐久性のある酸化皮膜の存在によって妨げられ、これを乗り越えるためにはかなりの高温を必要とするほかアルミが酸化してできる酸化アルミニウムは沸点が 摂氏3000度と非常に高いため推進剤のガスとしては機能しない。それゆえに、通常の固体燃料ロケットでは、アルミは密度や燃焼温度を高めるための添加剤としての地位に止まっている。しかし、ナノアルミニウム粉末の酸化物被膜は、より大きな粒子の酸化被膜よりも薄く、克服しやすいため、氷とアルミニウムの混合物が容易に発火し、持続する。 さらに、アルミニウムは水を分解することで最も軽いガスで、ある水素を生成する。音速は、ガスの分子量が小さいほど速いので、生成ガスの噴射速度は速くなり、高い肥水力を得られる。基本的な燃焼反応は次の通り、2AL3H2OAL2O33H2 か、アルミの代わりに水素化アルミニウムを用いて、水素ガスの量を増やしたり、 水の代わりに火酸化水素を使うことで燃焼温度を高めることでさらに脾水力を増加させることが提案されていてこれらの改良を施せば理論的には従来の固体燃料ロケットの脾水力を超えられる以下に理論的な推進剤の性能について示すアリスは酸化アルミニウムと水の両方が宇宙に豊富に存在するため月などの宇宙空間での現地生産に適した 推進剤として提案されている。他の高性能推進剤は長期保管の問題を引き起こす可能性のある極低温流体を含むことが多いのに、対し氷でできた推進剤を凍結状態に維持することは太陽系のほとんどの場所で比較的容易である。ありがとうございます。